はい、どうも、鏡一郎です。今日も一日一曲聴いていきましょう。今日は、シザのスヌーズでございますね。4月25日にですね、シングルリリースされているみたいで。で、それの多分 PV が出たのが、まあ、1週間前ちょいぐらいの感じっぽいんですよね。まあ、よくシザって最近名前は見てたけど、ちゃんとあんまがっちり聞いたことがなかったんですけど、ちょっと今回、この PV がね、ちょっとバッと出てきたんで、ちょっと取り上げてみたんですけど、なんかこれプロデューサーがベイビーフェイスとか、ベイビーフェイスとラスカルズ、BLK と一緒に書き上げたということで、なんかシザは同世代で最も高く評価された、影響力のあるアーティストの一人、R&B、ポップ、ヒップホップ、オルタナティブミュージックなど様々なジャンルをブレンドする手法で知られています。で、やっぱね、これエラメイがすごいザ2000年代とか90年代とかの R&B とかをの音を使って今風にしたりしてて、こう出てきた時にもうほんと衝撃を受けたんですけど、まあ、そこまでの衝撃はなかったけど、あ、いいなというように感じました。やっぱこのシザ、やっぱこうなんか名前見てたし、全然で、しかもやっぱなんだかんだこのスヌーズって曲は、まあもう2枚目のアルバムの曲らしいしね。シザって32歳の俺とあんま年変わんねえわ。あんま変わんなかったっすわ。しかも、1990年11月8日生まれだから、1個下っすよ。そうなんだ。初めて知ったわ。まあだからやっぱ、なんか名前は見ると思ってたけど、ちゃんと聞いたことなかったから、そうなんだね。出てたんです。2017年にはもうグラミー賞取ってたのに全然チェックしてなかったですよ。まあでもほんとこのスヌーズ、まあこれを機にちょっと聞くようになったわけなんですけども、やっぱこう掘り下げてって聞いていきたいなという、シザちょっと要チェックしてみようと思います、私が。はい、ちょっとよかったらですね、皆さんもシザ、スヌーズちょっとたくさん聞いてみてください。ということで、ちょっとなんかシザの紹介になっちゃった、僕がちょっと知らないんで、ちょっと調べて、ただそれを言うだけにみたいな感じになっちゃったんですけども、ぜひね、皆さんもちょっと知らない方いらっしゃいましたら、ぜひスヌーズ、ちょっと聞いてみてください。ということで、今日もありがとうございました。鏡一郎でした。